そうだね、うん、まあ砂よりはマシだよ、雪の方が。雪だって砂200でしょ耐久。雪の方がいいよこれ。雪だってこれ50か。スコップ一撃でいけますよ。何本いったのプーさん。え12? 全然少ないじゃん。私これで今もう20本目ぐらいだよ、木の周り。20本目ぐらい、うん、ここもなさそうですけど、なんか雰囲気的にある気がしない、全く。ウーリンはじゃもうちょっとさ協力しようね。これでもうそろそろ見つけないと。前回もスカボってるでしょ。うん、ないよこれも、うん、これもうちょっと見つけきらないと。レッド先そうなっちゃいますよ。うん、残っちもないですいやほらスコップだったら一撃じゃん、とりあえず1枚目はね。うん、でまあ草生えてるところはダメだよ。まあ草はそうだね、生えないから、一回そのなんか草が生えてないところを中心に1列めくるのが一番いいかな今のところ。効果的なやつはこれ。でも岩砕けてるな、ここ。これ多分ありそうっすよ。あでもここ草か。ああ、なんか落ちてる。あ、空の水瓶、あの瓶が落ちてます。アイテム、え、まだあったかいぜ。アイテム袋このアイテム袋まだ温かい。じゃあ落としてないでしょ、こっちの。こっちは来てないでしょ、みんな。どうでしょう、森にいるでしょ、まだ森すぐ隣。私すぐ近くですよ、すぐ近くの雪山エリア今来てるんですけど、雪が簡単、うん、一発で削れるから。これ雪の方が楽だよ。で今あの空瓶が落ちてたんですよ、木の根元に。でここめちゃくちゃ怪しくないですか。いや人がいた形跡が今あったんで。ただ、ね、岩もね砕けてたんですよ。だからこの辺ないね、この辺ない。いやここだと思うんだけどな、ここめちゃくちゃ怪しいですよ。ま、でもまあ一番怪しいのはまあ2人の関係というか。わいやいや、なんですよ。いや、あの木の根元もちょっと人の気配があってね、怪しいんですよ。まあこの下に拠点があるかもしれない、まあこの周辺にいるかもしれないですよね。いやまあそれも気になるんですけど、まあ私もね、視聴者のみんなも動画を見てるね、視聴者さんたちもね、一番気になってるのはね、やっぱね2人の関係性が一番気になってるかなと思うんですけど。ね、なに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 、なんでもない。おお、そうですか。いやねえ、いやなんか今期は2人とも都合が良かったのかな。ねえ前期まではね、まあプーさんもね忙しそうだし、料理作るのね、ウーリーも仕事忙しそうで、2人とも忙しそうじゃないですか。うん、今期はたまたま2人とも都合がねあったのかな、暇だったのかなおお、そうです、そうですか。あ、そうなんだ。そう、いやなんかね、タイミングいいなとは思ってたんですよね。えだからてっきりね2人お付き合いされてるのかなってちょっと気になってたんですけど、別にそういうことない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 って。まあそうしときましょうか。うん、まあ私もね、視聴者さんもそれで納得するかって言ったらね、まあどうか分かんないですけど分かったこれ以上かからすいません、すいません、はい、すいません、ちょっとこれ以上絡みます、すいません、はい、わかりました。お、あった、え、どこあったあな、うそ、そどこどこにいるの2人とも。え、どこえ、一緒にいる。うん、一緒にいて、あなた、どこ高速の隣、これ、あ、違う、これじゃない、どこにいる、もうちょっと森側、木の森側、どこここか、これか、違う、え、座標的に、あー、これ違う、これ掘ったところ、うん、あー、ここかナイスナイスナイス、どこだあ、これこれかな、これかこの出っ張ってるところ、これ、うん、違う、どれ、え、ないよ、何も、うん、そっち、これじゃないの、これ、え、どこよどこ、ああ、こっちね、あ、ごめんなさい、あーあるじゃない、ナイスナイスナイス、お邪魔します。
やはりですね、考古学者の我々としてはですね、土地主張ブロックの声を聞くことが重要になってきますね。そうです、これでね、地中深くに眠る主張ブロックの声を聞き、そしてその声に耳を傾けるということがですね、重要になって、ちょっと待って、主張ブロックないね布団がある、でも布団がある、主張ブロックはないけど布団がある。でも布団はほうげ、ちょっと待ってまだタレットのピッピピッと音がするけど、あータレット玉なしだね。あ、チェストから、ハッチ解錠済みやぞ。あく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 、え、ハッチ暗証番号入れてない、え、何この拠点、玉入ってないし、ほら玉スイッチは入ってるよ、スイッチ入ってるけど、ほら玉入ってないわ、ピクピクしてるこれ主張ブロック入ってないから、ほら主張ブロックないから、タレットのね、あのエンジン触れるんですよ今ね。エンジン取った、ラグいな、サーバーがすごいラグいぞ、なんかあの若干ロールバックするのこれ。ちょ、ここハッチ開いてるんですよ、ここ今閉じた、はい。で、あ、プーさん布団敷きたいよね、え、どうする、ちょ、とりあえず降りますよ。主張ブロックがないから、これフレーム取っても上がって帰ってこれるはずなんで、ちょっと降りますわ。これ松明と使って明るくして、あーちょっと待って、これは施錠済み、こっちは施錠、いや大丈夫でした、いや違う、久々にね、電撃トラップでしょこれ、ビリビリじゃないこれ、ビリビリの配線があって今ちょっと一瞬焦ったんですけど、全然ビリビリしなかった。どこだこれ、上のこのブロック、ここは扉の施錠されてるんですよね。あちょっと待って3人重なれないねこれ、2人まで、あ、そういうことか、いやもうそこ叩くしかないですね、どっちにしろ。 お願いしていいですかじゃだってさ、これどう、これ私が叩くと、あ、プーさん当たってる、いやダメ、プーさんが振ると私当たります、ちょっと当たってる、これそっちも無理じゃない、そっちも2人して振ると当たるんじゃない、そうだよね、私それ3人目入れないから、ちょっと私フレームで上からちょっと観戦して見守りますわ。それプーさんとウーリンどっちかが振ると当たるんじゃない、そう重なって食らってますねプーさんいやどうぞ、いやもうレディーファーストですからちょプーさん、あ、今いいんじゃない、ダメプーさんも手伝おうとして振ると、まあ1マスはね多分無理じゃない、当たっちゃうんじゃない、ウーリンの HP が減っちゃって、だから私も下に降りれないですし、そうね、私が上から殴ろうとするとウーリン当たっちゃうしね、無理だいやだからもうこれはもうレディーファーストで、ウーリン1人で叩くしかないよね、ちゃもうだってしゃーないじゃん、これどっちにしろ1人しか無理だから、それはもうお願いします。まあでも主張ブロック入ってないみたいだから、一撃でだいぶ削れるんじゃないですか、おいけた、いや当たるねいやだからやっぱ結果主張ブロックが入ってたら3人で叩いてると同じぐらいの分減るんじゃない、そういうことで、もう3人で、気持ちは3人でレイドしてるから大丈夫ウーリン、安心して。もうちょい、はい、といける、もういけるかい、どうだい、そろそろ、あ、いいね、もうその調子、OK、ナイスーナイスー、どう、え、施錠してない、ちょっと待って、もう一個扉があるらしいんですけど、解錠済みらしいです、え、どういうこと、ここの拠点、ちょっと行かせて、私のその先に行かせてほしいんですけど、ちょっとプーさんが引っかかって、降りれない、おいのおいっす、はい、あ、ほんとだ、扉解錠済みになってる、なんて不用心な拠点、おお、ちょっと待って、ちょっと、ウーリン開けないで、私開けますからね、ちょっと、開け、はい、あ、作業台あるよ、作業台、なんだ、なんでだ、作業台あって、あー、化学ステーション、ケミストリーステーションもあって、あ、素材、ほら、チェストも解除、おおほほほほ、中身入って、骨83に、ちょっと待って、石が大量にあって、あ、ダクトテープ51、やばい、かまどは、うわ、かまども焼いてるわ、あ、ほら、ルツボもあるよ、ルツボあって、あー、こっち鉄焼いてる、あ、
ネイルガン、あ、2本ネイルガンあります。え、やばいやばいやばい、あーちょっと待って、作業台の中にダクトテープがさらに63、なんだこの、なにこれ、あれこっちも解除済み、こっちの部屋、なにこれ、え、なんだ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 、大丈夫、うわートラップは何もなくて、こっちは何もない、弾パーツ、あ、解除済み、おおちょっと待った、ロケラの弾がある、ロケラの弾があるけど、あー本体はないか、修理キット、こっちは武器関係、あったー、ロケットランチャー来たー、おほめえ、品質6の AK にスナイパーライフルもよく見たらあるじゃないですか、なになになに、ダイナマイト1本あって、やっば、ちょっと待って、ロケラン本体ゲットするの久々すぎるなこれ、やばい、しかも今回あれですね、前半戦、あ、8倍スコープついてるわ、あ、じゃあ4倍かこれ、え、どうしよう、ちょっと待って、めっちゃうまいっすよこの拠点、高まるこれちょっと何これ、どう、あ、こっち8倍ついてるわ、こっち 8倍ついてます、8倍、やばい、いや、まあ、修理キットが、2スタック3スタック、まあ、2スタックですね、あって、はあ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 、あ、添え木もあって、え、やばいなこの拠点、なんで、あのチェストに施錠がされてない鍵が開きっぱなしなんですよね、解除済みばっかりで、あー、こっちツルハシあるじゃないですか、5のツルハシ、はいはい、5のツルハシもありがたい、あー、いいなー、あー、で、あー、ショベルに、はい、あー、5の消防の斧もあれば、やばい、揃った、やばい、最速じゃないですか、ワイプしてまだそんなに日にち経ってないんですけど、やばい最速だな、あ、こっちは、あ、6の軍用ベスト、あ、いいないいないいな、オッケー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 、これで温まれるな冬でも激うまじゃないですか、何これ、あれかな、上の布団が放棄してあったから、サブキョ、サブキョがなんですかね、食料なんかでも物資の物量が中途半端なんですよね、こっちの上、あー、ご飯か、あ、チリドッグ、お、いいですね、肉シチューあって、あ、シャムカン、いただきます、オッケー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 、それ食べて、いやー水もあるな、なんだこの拠点、トラップ拠点のつもりだったんですかね、よし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 、見て見て、ウーリンロケットいいでしょうこれいやね、マジでこれね、不用心なんでだろうな、なんで鍵を施錠がなんか中途半端にしかしない、あのね、この拠点主の方がもしねこの動画見ていらっしゃったら、ぜひねコメント欲しいですね、うん、なぜこういう形になっていたのか、だからなんか、まあ布団が放棄されてたっていうか、多分別に布団を敷いてるっぽいですよね、うん、だからあれかな、ここはサブ居みたいな感じなのかな、でもサブ居にさロケット置いとく、もう余ってるみたいな感じかな、まあ、ってなると結構ガチ勢ですよ、結構ガチ勢で、早期的に早このスピードでねロケットの本体を手に入れてるってことは、まあ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 のプレイヤーですよね、うん、でもさ、そのまあまあのガチ勢の人が拠点のあれよ、施錠を怠ってしまうかっていう、なんか布団2個おったじゃないですか、なんか布団が2セットあったので2人でやってるっぽいですけど、まあ、レイドはされてないと思いますよ、レイド後だったらさっきの扉が施錠もおかしいし、あのチェストのが解除済みになってるのがおかしいじゃないですか、まあ普通だったら破壊して鍵が開いてる状態になってるはずなんで、いや、そう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 、だから複数に、だから2人以上でやっていて、ここのクランはそうなんじゃないですか、でパスコードを取ってないというか、うん、多分そういう感じ、あ、ちょっと待って、はっ、え、プーさん今撃ったの、はっ、ちょっと待って、え、え、この リズム 7 days beat、 Oh, now, da, 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 da,